出されたけど、何かあったのかな。事務所の人たち、いつ来ても慌ただしくしてるな。おはようございます。すみません、前の仕事が押しちゃって。おはようございます。あれって同じ事務所の白鷺千里ちゃん。普段はほとんど事務所に来ないのに、今日はどうしたんだろう。おはようございます。今日は寄り合いがあると聞いてきました。寄り合い？メンバーなんですか？あれ？なんかミーティングがあるって聞いてきたんだけど、もしかして今日じゃなかった？あ、そうなんだ。ってことはもしかして私以外はみんな揃ってたりする？同じミーティングのメンバーって一体どんな話がされるんだろう。
バンド？弾いてるふり？それではお客さんに嘘をつくことになってしまいませんか？それは武士道に反します。私は楽器の経験はありませんけど、私もイブちゃんの意見に賛成です。ちゃんと練習して本当の演奏をお客さんに聞いてもらった方が。でもアイドルとしての魅力はバンドとして上手に演奏できるってことじゃないですよね。楽器の練習をするよりももっと自分自身を魅力的に見せることに時間を割いた方がいいって私は思います。なので私はこの方針に賛成です。そんな。私はこの子たちと違ってちゃんと弾けるんだけどな。まあいっか、これはこれで面白そうだし。ちなみに私以外の子たちは何の楽器やるの？私がですか？はい。私はベースですか。あまり楽器には詳しくないのですけど、円の下の力持ちって感じのポジションですよね。精一杯頑張りますね。私がパステルパレットのボーカル。でも歌わないなんて本当にいいのかな。ドラムの正式なメンバーの方はいつ決まる予定なのでしょうか？はい、ヤマト・マヤと言います。メンバーが見つかるまでの間ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。正式なメンバーの方も早く見つかるといいですね。お疲れ様でした。私も別件の仕事があるので失礼するわね。お疲れ様。自分もこの後別のリハが入ってるので、挨拶だけですみませんが、失礼します。ずっと憧れていたアイドルになれる。初めてのチャンスなのに、純粋に喜べない。3年間、この瞬間を待っていたはずなのに。楽器、弾かないのにバンドですか？なぜ？私、わかりません。まあ、お客さんに嘘をつくのは辛いかもしれないけど、どうせつく嘘なら完璧にやりきった方が良くないって私は思うんだよね。完璧に？そう、完璧。嘘が見破られないくらい完璧にライブをやりきるってこと。嘘も見破られなければ真実になるんじゃないかな、なんて。難しいです。やるからには貫き通せってこと。そうすれば何だって真実になるんだよ。オッケー。貫き通す。なるほど、理解しました。武士道は己を貫き通すことをとても大事にしています。お披露目ライブも武士道ですね。そう、武士道武士道いいね。はい、私頑張ります。
貫き通すか。パステルパレットは私にとって初めてであり、3年目にやっと来た多分最後のチャンスだから、私は何があってもこのチャンスを逃すわけにはいかない。たとえそれが本番で歌わないというものだとしても。それにさ、バンドなのに演奏してないって超面白くない？何事もドヨンとしてるよりもワクワクしてた方がいいと思うよ。そうだね、前向きにならなくちゃ。そういうこと、やるしかないじゃん。そろそろ私も帰ろうかな。じゃ、またね。あ、私も失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。前向きにか。ねえねえ、ちさとちゃんだっけ？これからよろしくね。ええ、こちらこそよろしくね。私、ちさとちゃんのことをテレビで見たことあるよ。まさかこのバンドに芸能人がいるなんてびっくりだよね。アイドルとしては超新人だから、これからいろいろ勉強していかなきゃ。どうして私がこのバンドに入ることになったのかわからないけれど、きっと私にもできることがあるから声がかかったのだと思うから、今はとにかく与えられたお仕事を精一杯頑張ろうと思ってるの。どうかした？私変なこと言ったかしら？千里ちゃん芸能界の経験があるし、打ち合わせではあんなこと言ってたけど、口パクで当て振りなんて本当は不満なのかと思ってたよ。ま、これからよろしくね。それじゃ。私は成功に最も近い道を選びたい、それだけよ。お疲れ様でした。聞いてないよね、本番で弾かないのにさ。ユニットが結成されてから毎日レッスンしてる。でも本番では演奏しないからかな。スタッフの人も力を入れてやってる感じはしない。お疲れ様です。すみません、前の仕事が押してしまって参加できなくて。この1週間でメンバーとも打ち解けてきたけど、千里ちゃんには距離を感じる。レッスンに意味がないと思ってるのか、ほとんど参加すらしてない。大丈夫なのかな、私たち。ふむ、やっぱり前さんは楽器に詳しいんですね。いや、恐縮です。まさか自分の話をこんな風に聞いてくれる人がいるなんて。いやいや、まやちゃん、まやちゃんの話結構面白いよ。特に前に話してた電圧の話なんかなかなか興味深いよね。電圧の話興味ありますか？いや嬉しいっすね。にしてもまやちゃんが代打のドラマなんてもったいないな。こんなに面白い子なのに。ドラムの人はまだ見つからないのでしょうか？もう1週間経つよね。いつまでもまやちゃんにお願いするわけにもいかないのに。もしドラムが見つからなかったらみんなにお披露目できませんか？そしたら私たちはどうなるんでしょうか？大丈夫だよ、きっと事務所の人たちも今一生懸命探してくれてるはずだよ。まやさんってドラムはかなりお上手だけど、何年くらいやっているの？5年くらいですかね。ここのスタジオミュージシャンを始めたのはつい最近ですけど。やっぱり将来はミュージシャンを目指しているの？まあ一応ミュージシャンかエンジニアを目指してますね。そう、ありがとう。もう一つ、ちょっとメガネを外してもらえるかしら？
こうですか？なるほど、思った通り美人ね。マヤさん、パステルパレットのメンバーに入らない？アイドルなんて無理です！無理無理無理！自分はただのスタジオミュージシャンっすから。大丈夫よ、マヤさん、メガネを外すとすごく綺麗だし、それにミュージシャンとしても申し分ない腕を持っているもの。ちさとちゃん、一応事務所の人に確認してみた方が。いいんじゃん、私はまやちゃんが入ってくれた方が面白いから賛成だな。面白いって、でも本当自分にはできないっす。申し訳ないですけど、自分は前に出るタイプじゃないっすから。ましてアイドルなんて絶対。まやさん、お願い。私たち突然アイドルバンドとしてデビューすることになったけど、バンドの知識もないし、なかなかメンバーも見つからないし不安で、もしこのままメンバーが見つからなかったらデビューできるかどうかもわからないし、どうしたらいいのかわからなくて。私たちのバンドにあなたが入ってくれたらどんなに頼もしいか。ごめんなさい、めちゃくちゃなことを言っている自覚はあるの。でも私たちにはもうあなたしか。はあ、いえ、謝らないでください。でも本当に自分がアイドルなんて。私もお願いします。え、イブちゃん、どうか私たちを助けてください。私、みんなの前でお披露目したいです。それに私、これからもマヤさんと一緒にやりたいです。私、いつもいろんなことを教えてくれるマヤさんが大好きです。新しい人が見つかったらお別れなんて寂しいです。私も、もっとマヤちゃんの面白い話が聞きたいな。マヤさん、お願い。あやちゃんもいいわよね。私もマヤちゃんがいてくれたらとっても心強いけど、ドラマーならたくさんいるのに。初めてです、こんな風に自分を頼ってきてくれた人たちは。なんか今ちょっと感動しちゃいました。正直自分にアイドルが務まるか自信ないです。本当にわからないですけど、もしできるなら、もし自分でいいのなら、ドラマーとしてパステルパレットを支えてみます。マヤさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当に助かります。私たちメンバーもなんとかスタッフの皆さんの力になれないかなと思って、昨日マヤさんに直接声をかけさせてもらったんです。余計なお世話かなって思ったんですけど。このバンド事情はこの間ある程度話したと思うけれど、詳しいことは後ほど改めてスタッフさんから聞いてもらえるかしら。晴れて仲間になったってことで軽く挨拶をお願いできるかしら。ヤマとマヤです。上から読んでも下から読んでもヤマとマヤ。ドラマーとして精一杯頑張りますんで、よろしくお願いします。マヤさんが入ってくれてとっても嬉しいです。そう言ってもらえるとなんか照れくさいっすね。今日はもともと衣装のフィッティングの予定だったの。マヤちゃんも衣装を着てもらうことになるはずだから、一緒に来てくれる？はあ、かわいい。キラキラしてて素敵な衣装ですね。マヤさんの衣装、
これから採寸して間に合いますか？はい。じゃーん。どう？似合ってる？うわー、ひなちゃんかわいい、かわいいよ。あやさんも素敵です。ピンク色でふわふわでマカロンみたいです。本当？私研究生の頃からこういう衣装着るの夢だったんだ。嬉しいな。すみません、脇のところが少し緩いみたいで。それからスカートの丈ももう少し短めに調整してもらえますか？そうですね、あとは実際に楽器を持ってみてどうかですね。確かめてみたいので楽器をお借りできますか？みんなは衣装を着てみた感じはどうかしら？うん、気に入った。私にぴったりな衣装だね。着てみて何か気になるところはある？もしあればスタッフさんに言って調整してもらいましょう。もしかしてこれってそういう目的の集まりだったの？ひなちゃんはまだこの業界に来て日が浅いからわからないわよね。ごめんなさい、私が説明するべきだったわ。この衣装は私たちのサイズに合わせて作っているものだから、フィッティングの場では実際の着た感じを確かめるの。サイズや動きやすさなんかを確かめて、気になったらスタッフさんに言って直してもらうのよ。私たちだけに作られた衣装、すごいですね。モデルをしていた時と全然違います。アイドル新鮮です。イブちゃんは前に雑誌のモデルをしていたのよね。与えられた衣装を魅力的に着こなすのはモデルでもアイドルでもきっと同じよ。ふむ、なるほど。サトさん、勉強になります。衣装を着たら私やる気が出てきました。いいね、目がメラメラしてるよ。頑張ろう。ま、実際は引かないけどね。へえ、いや、ちょっとくすぐったいっす。お助け。大丈夫かな、まやちゃん。さあ、どうだろう。っていうか、あの奥で何してんの？会場の来場者数は何人ですか？1万。なるほど、すごい人だね。この人たち全員に私たちを信じ込ませるって考えるだけでも面白いね。あやさん、緊張していますか？何？今ので言うこと飛んじゃったかも。え？そんなん適当にその場の勢いでやればいいじゃん。私、言うこと考えておかないと本番でうまく言えなくなっちゃうから。それに研究生の頃とステージの規模が全然違うから緊張しちゃって。あやちゃん、落ち着いて。今日からあなたは研究生だったあやちゃんではなく、パステルパレットのあやちゃんになるのよ。生まれ変わるの。そうだよね。これから私はパステルパレットのあやになる。研究生だった頃の私とはもう違うんだ。苦手な MC だって3年間ずっと練習してきた。歌わなくていいって言われたけど、今日に向けて歌詞もちゃんと覚えた。だからきっと大丈夫。
私たちのことをよく知ってもらうために、まずは1曲聴いてください。シワリンドリーミン。消えた。音が。演奏が消えた。一体どうなってるの？なんとかしないと。どうしよう、なんとかしなきゃいけないのに声が出ない。まずい、このままじゃ。皆さん、ごめんなさい。機材のトラブルで残念ですが演奏ができなくなってしまいました。私たちは今後もライブを行っていく予定なので、もしよければ遊びに来てくださいね。それではパステルパレットでした。ライブ終わりですか？こうなっちゃしょうがないよね。一旦吐けよう。はい。どうなってしまったんですか？音聞こえなくなってしまいました。演奏が止まってしまいました。まさかいきなりこんなことが起きるなんてね。私も予想してなかったな。私たちは1万人の前で嘘をついて、それがバレてしまったということね。嘘。私たちこれからどうなるの？どういうことですか？音が止まって何も聞こえなくなって、お客さん不思議そうな顔してました。機材トラブルですね。照明は消えず音だけが止まったことを考えると、おそらくスピーカーやアンプの電圧の問題でしょう。みんなごめんね。私、いざという時に声が出なくって。アヤさんだけのせいじゃありません。過ぎたことは仕方ないですから、次に生かしていきましょうよ。次ね。次、私たちはこの先どうなるんでしょうか？次のお仕事は、もしかしてもうダメなんでしょうか？私、スタッフさんに状況を聞きに行ってくるわ。私も行くよ。スタッフさんに謝りたいし。気持ちは嬉しいけれど、今はスタッフさんもトラブル対応に忙しいはず。あまり大人数で行ってスタッフさんを刺激しない方がいいと思うの。だから、あやちゃんは少し待っていて。わかった。今は待っていることしかできないのですか？何かできることは。私も何が起きてるのかは気になるな。イブちゃんみたいにネガティブになってるわけじゃないけど、この状況はやっぱそわそわするよね。せっかく掴んだチャンスだったのに、音が止まったことよりも。声が出ない。失敗ができないって分かってたのに、どうして私は何もしなかったの？あれが形式上のレッスンだって分かってたなら、自分で自主練なりして失敗が起きないようにアクションを起こすべきだったのに。バカだ私。あんな失敗をしたらもうこのバンドに未来はない。それだけじゃない。
私の名前にも泥を塗られた。どう挽回する？挽回のチャンスをどうつかむ？むしろここにいたままで挽回のチャンスをつかめるとは思えない。それなら私がすることは一つ、私は失敗しない道を選ぶだけ。お疲れ様です。今はトラブル対応で大変だと思うのですが、簡単に今の状況を伺えますか？千里ちゃん遅いね。もしかしてまたトラブルでもあったのかな？心配ですね。あー暇だ暇、なんかそわそわするし、私ちょっと探してくるよ。あ、ひなちゃん。ちさとちゃんはどこかなと。ん？あれはちさとちゃんと、うちのスタッフの人か。ありがとうございます。では今の話、私からメンバーの子たちに伝えておきます。ちさとちゃん、遅いから探しに来ちゃったよ。何話してたの？ひなちゃん、ごめんなさい、心配させてしまって。スタッフの人から詳しい事情を聞いていたら時間がかかってしまって。あ、そっか。ま、私はともかく、他の子たちはすっごい不安そうだったよ。急なトラブルに不安になるのは当然のことよ。これからいろんな経験をしていくうちに、みんなには少しずつ強くなってもらわなきゃ。私がいなくても大丈夫なくらいね。いくらみんなより経験が長いと言っても、私にできることなんてたかが知れてるから。千里ちゃんがいなくてもね。みんな遅くなってごめんなさい。千里ちゃん、スタッフさん、なんて言ってたんですか？原因については、マヤちゃんが言っていた通りだった。さらに詳しい原因は確認中だそうよ。私たち、これからどうなるんですか？私たちの今後については、明日また話があるみたい。そっか。何か私たちにできることは？スタッフさんたちもいい方向に向かうよう動き回ってくれている。今日のことは私としてもすごく辛いし痛手だと思っているけれど、今はスタッフさんを信じましょう。はい、私は武士道で人を信じることを学びました。今その心を生かす時なんですよね。私も武士道を勉強しようかな。信じるか。これから私が信じるべきものは何だろう。おはようございます。おはようございます。おー、暗い暗い雰囲気だね。昨日のことがあれば仕方ないわ。みんな不安よね。はい、揃ってます。それで予定では今日取材が3件とラジオの収録があったと思うんですが、そちらは予定通り行われるのでしょうか？え？キャンセルになったのは今日の予定だけですか？休止ってことは解散ではないんですよね。私たちもう一度ステージに立つことはできるんですか？それとももう
未定決まっていないということですか？なのにレッスン？わかりません。それに楽器の練習はしないと言っていたのに、今度は練習しろですか？言ってること違います。ひぶちゃん落ち着いて。レッスンして楽器が上手になればまたライブができるかもしれません。だから今は踏ん張りましょう。ああ、なんだかいろんなことがたくさん起きてパニックです。私たち本当に大丈夫なんでしょうか？いろんなことが一度に起きて混乱するのもわかるわ。一度落ち着いて、今はスタッフさんの言った通りにしていましょう。はい。何これ？どうしたんですか？この記事。パスパレ大失敗、口パク&当て振りがデビュー当日にバレる。じゃあ、ひどい言われようだね。ひどいね。でも、私に実績がないのも、歌ってないのも事実だし。もし本当のことだったとしても、それをこんな風に書いていいんですか？人の傷つくことはしたらダメ。違いますか？そうね。でも、メディアはそうじゃないの。この先、私たちが何かするたびにこういう記事が出る可能性がある。それならしばらく活動しない方がいい。そういうことか。私は研究生の時からこういうことよく言われていたから大丈夫だよ。大丈夫じゃないです。私こんな風に言われたままでいられないです。あやさん、ひなさん、あやさん、ちさとさん、たくさん練習して、絶対絶対またステージに立ちましょう。いいじゃん。あたしもまた大きいところでやりたいな。自分もこのままじゃいられないです。ドラマーとしてパステルパレットを支えるって決めたんですから。みんな、うん、これから頑張って新しいパスパレになろう。はい。そうだ、私には立ち止まってる暇なんかない。立ち止まってる暇があったら、私はもっともっと努力しなくちゃ。新しいパスパレ、ねえ。まあ、私は大きいステージでやりたいだけだからな。確かに、大きなステージに立ちたいという目標なら、パスパレにこだわる必要もないかもしれないけれど。そんな真剣に考えないでよ。大丈夫。暇だし、ここにいるのが面白いから、私は抜けたりしないよ。そう？それならよかったわ。一緒に頑張りましょうね、ひなちゃん。私、研究生時代に教わったレッスンがあるんだけど、事務所のレッスンとは別に、みんなもやってみない？基礎体力をつけるレッスンとか、バンドをやるにしてもきっと役に立つと思うし、自分たちにできることは全部やっておきたいなって思って。わあ、特訓ですね。武士も特訓を怠らず自分と向き合うことを大事にしています。あやさんのおかげでまた一歩武士に近づける気がします。目指すのは武士じゃなくてアイドルなんじゃないんですか？特訓か。いいんじゃない。私は別に練習しなくてもできるけど、ま、暇だし。自分も楽器の知識なら多少ありますが、アイドルって何なのかよくわからないので、あやさん、教えてください。うん、一緒に頑張ろう。ちさとちゃんも。
ごめんなさい。私はまだ個人の仕事が残っているから、事務所のレッスン以外の時間は取れなさそうなの。そうですか。本当にごめんなさい。その分事務所のレッスンは精一杯頑張るつもりだし、もし時間が合えば自主練にも参加させてもらうわね。そろそろ次の現場に行かないといけないので、私はこれで。千里さん忙しいんですね。お仕事は大事だから仕方ないよね。見込みがないものに対して時間を費やしても無駄なだけ。それなら私は同じ時間をかけてより確実なものを手に入れる。お疲れ様です。すみません、少しお時間いいでしょうか。それで特訓はどんなことをするのでしょうか。あ、わかりました。さてはあれですね。え、何のこと。あれです、あれ、あの山で滝に打たれるやつです。ああ、滝行のこと。へえ、そんなことやるんだ。自分で海に入っていく干潮水泳ですか。そういえばテレビのバラエティで見たことがあります。どっちもやらないってば。おお、では何をするんでしょうか。そんな残念そうな顔しないでよ。一番は基礎体力のトレーニングかな。ランニングから始まって腹筋、腕立て、あとは…ちょっと待ってください。アイドルになるにはそんなことが必要なんですか。うん、たくさん歌って踊ってステージに立つには体力がいるから、楽器を演奏するのにも体力いるでしょ。確かに言われてみれば。特訓って地味なんだね。もっとさ、ドンってくる特訓ないの。ドーンと来てルンってしててキラキラって感じの。そんなこと言われても。こういう地道な努力が実を結ぶんだよ。努力ね、私の辞書にはない言葉だね。じゃあ決めポーズの練習とかしてみる。ステージでここだって思うときにするポーズを練習するの。これはこれで結構大事なんだよ。へえ、それ面白そう。試しにあやちゃんやってみてよ。ルンとくるポーズ。はい、3、2、1。パスパレふわふわピンク担当あやです。おお、おお、その構え歴史の教科書で見たことがあります。え、なんだか不思議なポーズですね。ダメ。私はそれじゃないポーズ考えよう。うん、ダメな参考例としては最高だったよ。ひどいよ。私はあやさんを参考に武士のような構えを考えます。じゃあどんなつもりならあのポーズができるの。もうひなちゃんのバカ。すみません、突然声をかけてしまって。先日のお披露目ライブに関しての中傷記事を取り下げるように各媒体と交渉していただけないかと思いまして。あのような記事が出ている限り、パステルパレットの名前は傷ついたままです。あれではステージに二度と上がれないのではないかと。あれ、千里ちゃん、またスタッフの人と話してる。
私たちよく会うね。ひなちゃん、いつからそこに？ん？ついさっきだよ。だからスタッフさんと千里ちゃんの話もそんなに聞いてないよ。そんなにってことは少しは聞こえたのかしら。ごめんなさい、少し重たい話を聞かせてしまって。ああ、私は別に大丈夫だよ。千里ちゃんの言うこともわかるしね。ここにこだわる理由もないし、今はパスパレが面白いからここにいるけど、飽きたら私もいなくなっちゃうかもな。ひなちゃん、どうしたの急に。私はいなくなったりなんか。なんとなく私の直感だけど、千里ちゃんってもしかしてパスパレじゃない別の選択肢を探してるんじゃないかなって思ったんだよね。何言ってるの。私はこれからもパスパレのメンバーよ。ま、それならいいけど。じゃあ、私は特訓に戻ろうかな。じゃあね。脱退を申し出たことを聞かれていたのかと思ったけど、そうではないみたいね。本当に、勘の鋭い子だわ。悪化というと？では、今は中傷記事に耐え、バンドも続けろと。私はこれからもパステルパレットのメンバーでいるという選択肢しかない。状況は最悪ね。はあ、こんなポーズどうでしょう。みんなまだポーズの練習してたの。アイドルって思ってたよりいろんなポーズをしていいんですね。勉強になります。もうちょっと可愛いポーズの方がいいんじゃないかな。私たちアイドルなんだし。ねえ、アイドルって可愛くないとダメなの？そうだよ。アイドルはキラキラしてて、どんな時も笑顔で、お客さんに夢を与える存在なんだから。確かに自分もアイドルにはキラキラしているイメージがありますね。だから自分なんかにできるか自信ないんですけど。キラキラ？キラキラって何？夢を与えるって？あやちゃんはそういうアイドルになりたいの？うん、そうだよ。どんな夢を与えたいの？それは、どんな人でも努力すれば夢は叶うんだって。だからみんな、自分なんか、なんて思わないで、夢を見てほしいって、そう思ってるんだ。自分なんか。って、これは私が小さい頃にテレビで見たアイドルの言葉の受け売りなんだけどね。小さい頃の私は引っ込み思案で、何をやっても全然ダメで。そんな時、テレビでとあるアイドルが今言ったことを話してて、すごく勇気をもらえた。それで私も人に勇気を与えられる存在になりたいなって思ったの。私みたいな人でも夢を見ることはできるし、きっと努力すればその夢を叶えることができるんだって伝えたくて。あやさんの夢、素敵です。私すっごく感動しました。なんか改めてみんなに言うと恥ずかしいね。でも、努力は夢を叶えてくれるって、絶対そうだって思ってる。だから、私がまずはそれを叶えなくちゃ。努力、努力ね。私、変なこと言ったかな？そんなことないと思う。努力、夢。
まあ夢はそれぞれだからね。そろそろポーズの練習はやめて、ストレッチでもやってみようか。おお、新たな特訓ですね。燃えます。自分なんかか、そっか、そうなんだ。まやちゃん、どうしたの？あ、いえ、新たな特訓、自分もやってみます。うん、頑張ろう。確か先生に演奏を聞いてもらう日だよね。きっと先生びっくりします。そうですね、明日もいい演奏をしましょう。はい。ありがとうございます。ここまでできたということは、自主練の成果もあるのかもしれませんね。うん、そうだね。この後も残って特訓していきますか？ごめんなさい、今日も私は別件があるので失礼するわね。自主練の分、みんなに遅れないように頑張らせてもらうわ。それじゃ。千里ちゃん、今日もお仕事か。まあ、千里ちゃんは自主練してないのに褒められたってことだしさ、ちゃんとできてるんならいいんじゃないの。自主練というのは自主的にやるものではありますからね。ひとまず今日も4人で練習しましょうか。はい、そうしましょう。今日は確か曲合わせが中心でしたよね。少し休憩したら始めましょう。間違えちゃって、もう一回やってみても。ねえねえ、あやちゃんはどうしてできないの？それはみんなよりも早く来て練習してるのに、なんでだろう。私なら半日あれば覚えられるのにな。それに千里ちゃんは自主練がなくてもそれなりにできてるじゃん。なのにあやちゃんはなんでできないんだろう。ごめん、じゃなくて、ただわからないんだよ。サビ前のフレーズってさ、音がぐんぐん迫ってきて、それが一気にパーって弾ける感じじゃん。それを意識すればさ、ぐんぐん迫ってきてパーって弾け、パーっと弾ける感じするよね。それじゃわかんないよ。もっと私にも分かるように言ってくれないと。あやちゃんにも分かるようにって、そう言われてもな、私にはそう感じるし。音に対する感じ方がきっとひなさんとあやさんで違うんじゃないですか。感性は人それぞれですし。人それぞれ？バンドにはひなさんがいて、あやさん、イブさん、千里さんと自分がいますよね。この5人はそれぞれ別の人間です。私たちは一人一人に感性や感覚があって、それは全く同じにはならないものです。そしてそんな自分じゃない誰かとやるのがバンドなんです。自分はいろんなバンドの手伝いをしてきましたけど、バラバラの感性がぶつかって音楽が生まれるから、バンドって面白いんだろうなって思う。私じゃないって自分偉そうなこと言っちゃいました。それにまた話が長くなっちゃって、すいません、自分なんかが大それたことを。いや、今の言葉少し分かった気がする。私じゃない誰か、なるほどね。あやちゃん、サビ前のところ、もう
お疲れ様です。今よろしいですか？パスパレのお仕事に関してお話が。かもではなくて出るのですよね。出演ができそうなイベントを私の方でご紹介してきましたが、実際の出演が決まったものはこれまで一つもない。少しずつでも確実に私はステージに近づいている。私の選んだ道に間違いはないわ。マヤちゃん。アヤさん、お疲れ様です。お疲れ様。あのね、マヤちゃんにお礼が言いたくて。今日はどうもありがとう。え？自分何かしましたっけ？今日の自主練の時、ひなちゃんに話してたことだよ。バンドはいろんな人が集まってやるものだって言ってたよね。あの話のおかげでもう一回練習を再開させることができた。私にはあんな風に理論的っていうのかな、そんな風に話せないから、まやちゃんはすごいなって思って。本当にありがとう。いえ、なんか偉そうなことすみません。そんなことないよ。まやちゃんは楽器の知識もたくさんあるし、私が知らないことたくさん知ってるよね。そんな、とんでもないです。自分はただの音楽オタクなだけですから。謙遜しすぎ。まやちゃん、もっと自分に自信持っていいと思う。って私に言われてもあれか。まやちゃん、おーい。いえ、あの、ありがとうございます。明日も頑張ります。ん？うん、頑張ろうね。自分に自信か。あやさん、今の入りのタイミング良かったですよ。本当？よかった。練習した甲斐があったよ。みんな、お疲れ様。千里ちゃん。珍しいね。千里ちゃんがここに来るなんて。今日はみんなにいい知らせがあってきたの。これを見て。フレッシュアイドルフェスティバルボリューム8。これ確かデビュー1年以内の人たちしか出られないイベントだよね。このイベントをきっかけに有名になる子たちが多いから、アイドル業界では注目されてるイベントだよ。へえ、さすが詳しいね。どうしたの？次のこのライブに私たちが出ることになったの。私たちが？本当に？ええ、本当よ。さっきスタッフさんに教えてもらったの。またパステルパレットとしてみんなでステージ立てるんですね。きっとみんなの努力の成果だね。頑張って練習続けてよかったな。先生たちも私たちの演奏上達したって言ってくれてたし、やっぱり努力すれば。本当にその自主練や努力の成果としてライブが決まったと思っているの？え？確かにあなたたちが短期間で上達したことは先生たちも褒めていたわね。それは自主練の成果なのかもしれない。でもあなたが今までしてきたことは研究生時代と何が違うの？それは…研究生時代と同じことをしているのに、どうして今回は突然ライブが決まったのかしら。ライブが努力の賜物なのだとしたら、あなたは研究生なんてとっくに卒業していたはずよね。でも、それじゃあ努力しなかったら何を？努力は結構、夢を見るのも結構。だけど、努力が必ず夢を叶えてくれるわけじゃないのよ。千里さん。私、努力していれば夢は叶うって思ってたけど、ちょっと
思い違いだったのかな。なんか私バカみたいだね。ごめんね。他の仕事があるから行くわね。ライブ頑張りましょう。あやちゃん大丈夫？努力は悪いことなんですか？頑張って夢を見たらダメなんですか？今までした努力は無駄じゃないですよね。あやさん一生懸命やってました。それは無駄じゃないですよね。わかんない。私にはわかんないよ。あやさん、夢ってどうしたら叶うものなんだろうね。努力が必ず夢を叶えてくれるわけじゃないのよ。でも私には他にどうやって夢を叶えたらいいのかわからないよ。あやさん、イブちゃん、マヤちゃん、おはよう。二人も来てくれたんだね。千里さんのあの言葉、自分たちにも響きましたし不安にもなりました。でもやらないよりはやった方がいいって思ったんです。一度やり始めたことを途中でやめたりしたくありません。己を貫き通せ、それが武士道です。私もね、他のやり方がわからなくて気づいたらここにいたんだ。私じゃない人たちってどうしてこんなに面白いんだろう。自分も
もあやさんの努力家なところは見習わなきゃって思ってます。それにあやさんは自分に勇気をくれましたから。私が？あやさん言いましたよね、自分なんかなんて思わないで夢を見てほしいって、自分に自信を持ってって。その言葉に自分はすごく勇気をもらえたんです。ひょんなことからこのバンドに入ることになって、ただの音楽オタクの自分なんかがアイドルバンドにいていいのかって不安もあやさんの言葉で全部吹っ飛んだんです。あやちゃん、自分に勇気をくれたあやさんの言葉を信じてここにいるんです。だから努力だって絶対に無駄じゃない、そう思ってます。私もあやさんの努力は絶対に無駄じゃないって思います。あやさんすっごく上手になってます。だからこれからも頑張りましょう。どうしよう、嬉しい。え、あ、なんで泣いてるの？どうしたの、あやちゃん？ごめん、私涙腺緩くて、私ちょっと自信なくしてたから、みんなの言葉を聞いてたらつい私たちはみんなあやさんにいい刺激をもらってるんですよ。演奏は少しずつ上達してきたけど、もっと私にできることはないかな。声が出ない。もう何もしないで後悔するようなことはしたくない。後悔しないためには、そうだ、おはようございます。あの、ちょっといいですか？あの、パステルパレットのメンバーでライブイベントのチケットを手売りしたいと思って。お披露目イベントで私たちがもうダメだって思っている人たちがたくさんいると思うんです。だから、再スタートした私たちをお客さんにもう一度知ってもらう必要があるんじゃないかって。もし危険だって判断すればすぐにやめます。だからお願いします。やる前から諦めたりしたくないんです。みんなおはよう。今日はみんなにちょっと相談があるんだ。おお、何でしょう？今日ね、スタッフさんにお願いして今度出るライブイベントのチケットをもらってきたの。これを私たちが直接お客さんに手売りしたらどうかなと思って。へえ、でもなんで？チケットならネットとかでも買えるでしょ？私たちあの日以来ずっとスタジオで練習だけでしょ？もっとお客さんの顔を見て直
直接お話しして、私たちの存在をもう一度知ってもらう必要があるんじゃないかなって。再スタートの意味でも、お客さんに私たちの姿を見てほしいっていうか。なるほど。そういえばバンドでもチケットを手売りしている人たちがいました。私たちを知ってもらう、素敵ですね。私もお客さんたちに会いたいです。うん、いいんじゃないかな。私の興味は今他人に向いてるからね。お客さんも他人だし。みんなありがとう。それじゃあ今日から始めてみよう。ここでやるんですか？うん、ここは事務所が運営してる劇場だから、ここの前なら好きに使っていいって言ってもらえたんだ。あやさん、そこまで段取りをつけてくれてたんですね。ありがとうございます。今までメディアへの露出も控えていましたからね。存在を忘れられてしまうのは仕方ないことなのかもしれません。忘れられちゃってたなら思い出してもらえばいいんだよ。実際そのお客さんたちが今私たちの存在をもう一度知ってくれたんだし。あやさんは悲しくないのですか？忘れられていたこと。もちろん悲しいよ。でもね、私は今の自分にできることは全部やりたいんだ。一時的な気持ちに押しつぶされて諦めて後悔したりしたくない。私はどんなことが起こったとしてももう一度ステージに立ちたいから。さ、そろそろレッスンの時間だね。よーし、売り始めて今日でもう何日くらいだっけ？5日くらいですね。5日でこの枚数か。お願いします。お、雨？すごい雨ですね。急いで撤収しましょう。雨がすごくて声が聞こえないよ。今日は終わりです。帰りましょう。オーケー、あやちゃんも帰ろう。お願いします。あやさん、帰りましょう。私はもう少し頑張ってみるよ。みんなは先に帰ってて。あやちゃん、こんな天気じゃ人通りもないから意味ないよ。風邪でもひいたら大変だよ。私はやらなきゃダメだから。大丈夫。
みんなは先に戻ってて。あやさん、お願いします。あやちゃん、止めないで、お願い。帰ろう。チケット販売中です。パステルパレット、どうかお願いします。雨に声がかき消されて全然届かない。お願いします。わあ、めちゃめちゃびしょ濡れだ。今タオルもらってきますね。すいません。千里さん、お疲れ様。3人ともずぶ濡れだけどどうしたの？千里さん、さっきまでチケットをみんなで売ってたんです。そしたらすごい雨が降ってきて。あやちゃんは？それが、あやちゃん、私はやらなきゃダメだからって言って聞かなくて。あやさんは自分のできることは全部やりたいと、後悔したくないと、そう言っていました。だからまだチケットを売っているというの？はい、あやさんの強い気持ちの前では何を言っても聞かないだろうと思って。すみません、止められませんでした。あやさん、少し追い詰められている気がします。やっぱり迎えに行った方が。こういう時はスタッフさんにお任せした方がいいわ。この話は私からスタッフさんに伝えておくから。千里さん、どこへ？ごめんなさい、私は次の仕事があるので失礼するわね。どうして、どうしてそこまで、あなたは。バカだな、私。ひなちゃんの言う通り、こんな日に誰もチケットなんて買わないよね。お願いします。雨に声がかき消されて、どこにも誰にも届かない。でもこのまま声を上げ続けていないと、私の思いも夢もこのまま雨にかき消されちゃいそうな気がして。あやちゃん、あんなところに。どうか私たちの歌を聴いてください。千里ちゃん、パステルパレットのライブのチケットを販売しています。私たちの歌を聴きに来てください。どうして？どうしたの？チケットまだこんなに残っているのよ。後悔したくないんじゃなかったの？雨で声がよく聞こえないわ。もっと大きい声を出さないと誰にも届かないわよ。うん、パステルパレット、よろしくお願いします。お願いします。どうか私たちの歌を聴いてください。雨止んでよかったね。あの、千里ちゃん、どうして？あなたのことがわからないから来たのよ。同じことをすればあなたがわかるかと思って。千里ちゃんから見た私はどんな人間だった？私の目に映ったあなたは、丸山綾という人間は夢に向かってどこまでも愚直に突き進んでいく。愚直なのは自分にはそれしかないと思っているから。それを心のどこかで自覚した上で夢を叶えようともがき続けている。本当に不器用な人ね。おっしゃる通りです。でもあなたらしさなんでしょうね、これが。私らしいか。うん、そうなんだと思う。私は私らしくアイドルを目指したい。後悔したくないから。そろそろ事務所に着くわよ。うん。お疲れ様です。あやちゃんに千里ちゃんも二人一緒だったんだ。すごい話題になってますよ。あやさん、千里さん。
の？ネットのコメント見てください。大雨の中、チケット手売りしてるパステルパレットの綾と千里を見かけた。誰もチケットは買ってなかったけど、すごい根性だな。見直した。それマジ？知らなかった。明日もチケット売ってるのかな？買いに行ってみようかな。口パクバンドかと思ってたけど、今は地道に努力してるんだな。これってお二人がチケットを売ってたのを見かけた人がネットに書き込みをしたんです。それがきっかけになってネット上がパステルパレットの話題で盛り上がっているんですよ。あやちゃん、これ見て。私の頑張りが、あやさんらしい頑張りがきっとお客さんの心に届いたんですね。あやさん、また泣いて。ごめん、私すぐ泣くから。あやさん、もしかして風邪ですか？私、タオル取ってくるわね。あ、私も行く。くしゃ。千里ちゃんも風邪？そうかもしれないわね。本番も近いのに気をつけないとね。どういう心境の変化ですかな。私、気になるな。興味あるな。あやちゃんが心配だったの、それだけよ。あやちゃんはどこまでもあやちゃんなのね。それを実感したわ。同じように、千里ちゃんは千里ちゃんでしょ。あやちゃんは千里ちゃんじゃないし、千里ちゃんはあやちゃんじゃない。だから他人は面白いんだよ。そうね。このタオル、あやちゃんに渡しておいて。私はここで失礼するわ。あ、千里ちゃん。お疲れ様です。すみません、ライブの件でご相談があるのですが、今お時間。くしゃ。失礼しました。先ほど想定していなかった仕事が入ってしまって、普段やり慣れないことをしたせいか、くしゃ、体がびっくりしてるのかも。ええ、それでライブの件ですが。ああ、やっぱり雨の日は良くなかったかな。くしそれでは、関係者席の件、よろしくお願いします。頑張っていたのはあやちゃんたちですから、私は何もしてませんよ。あやさんの頑張りがファンの皆さんに届いたんです。頑張ること無駄じゃないです。あやさんらしい頑張りがきっとお客さんの心に届いたんですね。パステルパレットのメンバーは私だけじゃありませんから。それでは、先ほどの件よろしくお願いします。少し用事を思い出しました。私、何をしているのかしら。あの子たちをかばうようなことを言うなんて、今までなら他のメンバーのことなんて考えもしなかったのに。
あの言葉を聞いた時の苛立ち。スタッフが無能なことに対してじゃない。あれは私以外のメンバーの努力を無下にするような物言いに対して感じたもの。まだ風邪でも引いてるのかしら、私。あやさん、くしゃみはもう大丈夫ですか？うん、もう大丈夫だよ。心配かけちゃってごめんね。そういえば、ちさとちゃんもくしゃみしてたけど大丈夫かな？え？そうなの？風邪でも引いてないといいけどね。お疲れ様。自主練の場所はここでいいのかしら？もしかして今日は自主練をやらないのかしら？ううん、これからやるよ。うん、これからやる。最近の千里ちゃんは不思議だな。私が知ってる千里ちゃんじゃないことばっかりしてる気がする。本番が近いから私ももっと実力をつけなきゃって思って。今まで仕事の都合で参加できずにごめんなさい。これからは。やっ、千里さん、忙しいのに来てくれてありがとうございます。イボちゃん、私は、このハグは親愛の証です。千里さん、イボちゃん、ありがとう。でもちょっと苦しい。はい、すみません、嬉しくてつい。うん、いいの。まさかこんな風に受け入れてもらえるとは思ってなかったから。自分も千里さんが来てくれたことが嬉しいです。前にそのああいうことがあったから、千里さんこういうの好きじゃないのかなと思って。こういうのってその地道な練習っていうか。すみません、自分の思い違いだったらいいんですけど。私も千里ちゃんがどんなことを考えてるのかまだ全部はわからないよ。でもそれはこれから知っていけばいいことだって思うから。千里ちゃんが私という人間を知ってくれたように。あやちゃん、今日からここから始めていこう。千里ちゃん、私さ、お姉ちゃんに言われたんだ。他人のことを分かろうとするのが大事なんだって。うんうん、武士は愛見たがいですね。あ、愛見たがい？意味合っているような合っていないような。イブちゃん、難しい言葉知ってるのね。はい、ありがとうございます。褒めてないよ。さーて、そろそろ練習始めてみる？はい。千里さん、今日はパート練習からなので、自分と一緒にフレーズを合わせる練習をしましょう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。千里さん。まやちゃん、お疲れ様。どうしたの？お疲れ様です。聞きたいことがあって。私は努力が嫌いなんじゃないかって話？はい、そうね。努力は悪いことじゃないわ。むしろすることが前提だから誇れるものでもないと思ってるのが本当のところね。もし努力だけを信じて進んだとして、うまくいかなかったら、その先何を信じて進んでいけばいいのかしら。だからより確かなものを信じて進みたい、そういうことですか？つまり事務所のバックアップや周囲への根回し、成功を手にするために。これから私のことを知っていけばいいってあやちゃんは言っていたけれど、今の話あやちゃんに言っても一生理解してもらえないかもしれないわね。でもそれならどうして努力を信じるような道を選んだんですか？あやちゃんを見ているうちに信じてみたくなったのかもしれない。努力をね。あやさんは不思議ね。
あんなに何もできなくて、本番にも弱くて、すぐ泣くような子なのに。千里さん、辛辣っす。でも、自分もアヤさんに勇気をもらったから、今ここにいるんです。アヤさんには、人を変える不思議な力があるのかもしれません。ありがとうございます。自分、千里さんと話せてよかったです。こちらこそ。それじゃ、明日からもよろしくね。はい。何度も言うようだけど、本番までの時間は限られているのよ。やるべきことを精査するのは当然でしょ。それはわかるけど、私はもっと個人練の時間も作った方がいいと思うっていうか、私たちはバンドなんだから、最終的に合わさった音が結果でしょ。もっと全体的な見え方を気にしないと。ああ、また始まったよ。あやさんと千里さん、よく喧嘩してますね。大丈夫なんでしょうか。イモさん、これは喧嘩じゃないですよ。違うんですか。まあそうかもしれませんけど。わかった。それじゃあ明日からは全体練習を中心にしてみようか。あやちゃん、ありがとう。だいぶ個人練の時間は減ってしまうけど、いいかしら。まだちょっと不安だけど。不安なら不安がなくなるまで頑張ればいいだけだもん。個人練の時間は自分で作ってみるよ。ありがとう。ライブがうまくいくように頑張りましょう。ほら、仲直りした。あれ、言いくるめられてるって言うんじゃないの。コメントは控えさせてもらいたいっす。千里ちゃんと話すようになって思ったんだけど、きっと私と千里ちゃんが目指すものってずっと一緒だったんじゃないかな。目指すもの。ステージにもう一度立つこと。ステージに立ってライブを成功させること。もしかして私たちゴールは一緒だけど、そこへたどり着くために選んだ道が違ったのかなって。向かう先が同じならきっと私たち大丈夫だよね。ああ、ごめん、私もしかして見当違いなこと言ってるかな。ようやく気づいたのかと思って。もしかして一生気づかないかと思っていたから嬉しいわ。千里ちゃんひどい。でも嬉しいのは本当よ。私とあなたでは何もかもが真逆だから、個人練のメニュー一つでここまで言い合うくらいね。でもあなたの言う通り、目指す先は同じ。千里ちゃん頑張ろう。私たち言われなくてもそのつもりよ。なんだか自分、本当に今度こそパステルパレットがうまくいく気がしてきました。うん、私もそんな気がする。はい、こういうのを念力岩をも通すというんですよね。イブさんの言葉のチョイス、相変わらず絶妙っすね。練習再開しましょうか。あ、もしかして自分またやっちゃいました。やっちゃったかも。千里さんすみません。自分楽器の話になるとついつい語りすぎちゃって。まやちゃんの楽器の知識には本当に助けられているわ。いつもありがとう。その言葉が痛いっす。千里ちゃん感謝してるってよ。ひなさんもそれ以上傷をえぐらないでくださいよ。本番まであと数日。
は今までで一番いい感じがする。ここまで楽器に詳しいアイドルはなかなかいないと思うから、その長所は存分にアピールするべきだと思うわ。ただそのふへへはやめた方がいいと思うけど。それ前にあやさんにも言われました。本番まであまり日がないけど、トークの練習もした方がいいかしら。自主練のメニューを調整してみて。お疲れ様です。どうしたの急に。もともと私たちが練習を重ねてきたのは、以前のように突然音楽が止まっても演奏を続けられるようにしようという理由だったはずですよね。もしまた音声が止まってしまったらどうするおつもりですか？気持ちを整理する時間が必要よ。しばらくそっとしておきましょう。はい。あやちゃんを動揺させないための策が、彼女を一番動揺させることになるなんて、何かのご冗談ですか？信じていたものに裏切られそうになった時、あなたならどう進む？ステルパレットになってからここに来るのは何回目だろう。どんなことがあっても絶対ここには毎日来てた。私の居場所。やっぱりここにいたのね。シャドちゃん、どうして。あなたなら絶対ここにいると思ったの。努力と練習が好きなあなたなら。努力と練習か。私ね、小さなアイドルユニットの研究生をしてたんだ。デビューすることを夢見て3年間必死に頑張った。だけど全然うまくいかなくて、今年デビューできなければ卒業しなきゃいけないって時にパステルパレットに加入することが決まった。すっごく嬉しかった。夢が叶った。その時私は努力すれば夢は叶うんだって思えた。努力した分形になって自信になって帰ってくるって。私ね、本当はそんなに才能がないことも気づいてるんだ。だから努力を積み重ねることでしか
前に進めない。それ以外何もないから。だから何度同じところで間違えても諦めたりしなかった。ううん、諦めたくなかったんだ。でも本番では歌うなって言われちゃった。努力していれば夢は叶うんだって信じてやってきたけど、私間違ってたのかな。今までやってきたことが全部崩れちゃった気がして、正直すごく辛いよ。千里ちゃんはアイドルとして成功するためなら本番で歌うなって言われてもすんなり受け入れられる？努力だけじゃどうにもならないこともある。だから私は成功するためにもっと確かな道を進むことを選ぶの。もし歌わないことでライブが成功するのなら、私なら受け入れるかもしれない。だけどそれは私の話だわ、白鷺千里の話。私はあなたを少しは理解したつもりになっていたけど、どうやら思い違いだったみたいね。え？あなたは私に言ったわよね、私らしくアイドルを目指したいって。私の知っている丸山綾は愚直に夢を追いかけ続ける人間。自分がしてきた努力を信じて絶対に諦めない。私らしく？あなたが夢を叶えたいと強く思っているのなら、丸山綾を裏切ってはダメ。どんなことがあっても最後まで丸山綾でいなさい。私から言えるのはそれだけよ。どんなことがあっても私でいる。私は綾さん大丈夫でしょうか？どうかな。でも私には諦めてるあやちゃんってのが想像つかないんだよね。諦めないのがあやちゃんじゃん。そうですね。それにあやさんは誰よりもアイドルですから。どういうことですか？自分アイドルってなんだかわからなかったんです。漠然とキラキラしてて可愛くてって、そんなイメージを持ってたんです。でもキラキラってなんだろうって考えるとわからなくて、衣装を着ただけでキラキラできるわけじゃないんだって自分がいざ衣装を着てみて実感したんです。だけどあやさんを見てて、あやさんと一緒にレッスンするうちに気づいたんです。あやさんキラキラしてるなって。キラキラ。どんなことがあっても絶対めげなくて、いつも一生懸命で自分の夢に向かって突き進んでいく、自分を貫き通そうとする姿がキラキラ輝いて見えたんです。その時なんとなく気づいたんです。アイドルって大きな音楽のジャンルとか芸能のジャンルじゃない、その人の生き方を指す言葉なんじゃないかって。生き方か。きっと夢に向かって自分を貫き通す姿がアヤさんを輝かせるんです。そして周りの人たちにも影響を与えることができる。アヤさんはそんなアイドルなんじゃないかと。マヤさんのお話少し難しいです。でもアヤさんがキラキラしているのはわかります。うん、そうですよね。だからアヤさんならきっと大丈夫、そう思うんです。うん、そうだね。アヤちゃんなら大丈夫、アヤちゃんならきっといい答えを出してくれるよ。キラキラした一番の答えをね。皆さん慌ただしいですね。もうすぐ本番です。緊張で武者震いがします。
イブさん、意味わかって使ってますか？はい、もちろんです。あはは、イブちゃんじゃないけど、私もワクワクしてきたな。ワクワクして、メラメラして、ルンルンする。自分はとにかく緊張してます。大丈夫だよ、本番なんてあっという間なんだから、ドーンとしてればいいの。いよいよ本番。私のやるべきことはもう決まってる。お疲れ様です。メンバー全員揃っています。あの、その前に、いいですか？歌わせてください！本番で、私に歌わせてください！確かに私は、昔から本番に弱いです。とっさの出来事にも対処できない。でも、私はこの日を成功させるために一生懸命努力しました。少しずつ失敗もなくなっていきました。苦手だったところも歌えるようになってきたんです。歌えるようになるたびに少しずつ自信がついていって、今日までに積み重ねてきた努力が私、丸山彩を作り上げているんです。私には才能がありません。努力しかありません。だからその努力を打ち消すようなことはしたくない。私から努力を取ったら、それはもう私じゃないんです。私はパステルパレットの丸山彩です。お客さんには誰でもない丸山彩を見てほしい。だからもう一度チャンスをください。お願いします。彩さんはずっと頑張ってました。誰よりも練習してきたんです。きっと本番でも歌えます。だからお願いします。自分からもお願いします。自分も一メンバーとしてパステルパレットの丸山彩さんを見届けたいです。うん、彩ちゃん上手くなったもん。失敗もしないよ、きっとね。もちろん失敗は許されないステージであることはメンバー全員が認識しています。本番に弱い彩ちゃんに生歌唱はリスクが大きい。それも理解してます。みんな、ありがとうございます。あやさん、よかったですね。みんな、ありがとう。あやちゃん、やっぱりキラキラの答えを持って帰ってきてくれたね。次か。あやさんも無事歌えることになってよかったですね。うん、そうだね。あちゃー、顔こわばってるね。カチカチだよ。あやちゃん、大丈夫？ごめん、やっぱりちょっと緊張しちゃって。本当に本番に弱いのね。でも、あやちゃんらしいわね。そうだね、私らしいのかな。
か。行こう、みんな。うん。皆さん、こんにちは。私たち、パステルパレットです。まずは一曲、聴いてください。シュワリンドリーミン。そしてパステルパレットのボーカル、あやです。今日は来てくれてありがとう。最初に皆さんに謝りたいことがあります。私たちは前回のステージで歌も演奏もしていませんでした。ファンの皆さんに嘘をついてしまったこと、とても申し訳なく思っています。本当にごめんなさい。今日は本当の演奏を聴いてほしくて精一杯練習をしてきました。私たちはこうしてまたチャンスをいただけたことをとても嬉しく思っています。本当にありがとうございます。そしてこれからもパステルパレットをどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これでも練習したんですけど。皆さんこんにちは、ベースの白崎千里です。皆さんに生演奏ならではの臨場感を楽しんでいただけたみたいで何よりです。あやちゃんの歌のおかげね。そうなのかな。ていうか喜んでいいのかな、それ。私たちはまだまだ未完成ですが、少しずつ少しずつ前に進んでいます。もっともっと前に進むために応援よろしくお願いします。千里ちゃん、もしかして今私を助けてくれたの？ねえねえ、そこにいるお客さんたち、ひなちゃんのギターもちゃんと見ててよね。私も皆さんに武士道の素晴らしさが伝えられるように頑張ります。自分も頑張ります。すいません、緊張してて。あ、また笛って言っちゃいました。すごい、会場の雰囲気が変わってきてる。それじゃあ次ももちろん生演奏で皆さんにお聞かせしたいと思います。あやちゃん、曲紹介よろしくね。はい。それでは聴いてください。お客さん、みんな笑顔でしたね。大成功です。はい、最高の演奏でしたよ。やっぱりあやさんはアイドルですね。そうかな。ずっと思ってたんです。アイドルって自分の夢に向かって自分を貫き通せる強さを持ってる人なんだって。今日ずっとあやさんの背中を見ていて、ライトを浴びたあやさんはいつもよりもっと眩しくてキラキラしてて、本当にアイドルでした。もうまた泣いてる。だって今日は好きなだけ泣いていいよ。なんせ最高のライブだったからね。
千里ちゃん。何？千里ちゃんのみんなのおかげで私は最後まで私でいることができたよ。本当にありがとう。私は何もしてないわよ。私は最後まであなたを、丸山綾を信じてよかったと思ってる。ありがとう千里ちゃん。千里さん、綾さん、みんなでハグしましょう。ハグは親愛の証です。みんな大好きです。みんなでパステルパレットです。キュッ。なんだか照れくさいっすね。みんな、みんなありがとう。みんながいればこれから先どんなことがあっても私は私でいられる気がする。この先もずっと私たち5人で最高のステージを目指していこうね。